ではね、こちらのマトドックスを使ってドミネーションやっていきたいと思います。ちょっとね、このドミネーションは負けチームのところに来た感じでしょうかね。やば、ゴリ押しじゃん。それはゴリゴリすぎですよ。どうしようかな。ここのなんか裏側にいる。きえ、ちょ待って、あーどうしような。砂で別に抜いてもあれだもんな。砂で抜いてもって感じするしな。どうしようかな。マットドックスがね、この武器、この遠距離で貼られると非常にあれなんですよね。そう、遠距離で貼られると非常にやりづらいんですよ、まあ、とりあえずね。いや、だいぶ押し込んだぞこれは。いいねいいね、これはいい、これはいい、これはいい。なんとなくもうここに置いとくけど、んこれ、ちょっと待って待って、これちょっと待って、俺のリスキル計画が、リスキル計画が頓挫するじゃないか。危ね、ふっ、危な。一応大丈夫だね。オッケー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 。あ、順調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 ですね、これは。あー、これ車線入っちゃった。くっそ、あれ入んない方が良かったな。 LMG の車線入ったらいけないんだけど、まあでもなんとかなってますね。なんだこれ、おー、ナイス。ちょっとブラボーの維持が難しいかな。いやー、くそ、さっきキルス出しとけば逆転の兆しあったんだけどな、このラウンドで。いや、このラウンドも何もやっぱりいるな。オッケーオッケー、危な、うっ、危ね。オッケーオッケーオッケー、逆側にいるな、ここにいるけど狙いづら。 LMG のね、彼らのね、FMJ に浴びる、 FMJ に浴びるってなんだ、 FMJ の弾浴びるとね、画面ブレブレになっちゃうから、そこがちょっと怖いんですよね。撃ち殺した。さあ、うわー、来るかな、来ねえかな。オッケーオッケー、うん、でもちょっとなんか思ったよりあれだったな。うおー、危ねえ、あー、怖い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 、超怖い超怖い。1、待て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 、味方を召喚、暴走召喚したいけど、味方暴走召喚したかったけど、オッケーオッケー、もう弾ないわ。ドックスは、ドックスは弾ないから、これ諦めて、オッケー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 、ここでオッケー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 、これだよこれこれ。もうね、ガチキャンプやるしかない。僕キャンプ大好きなんで、はい。ゆるキャンゆるキャン。待て待て待て、大丈夫、味方がすごいな、あそこは。ゆるキャン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 、よっしゃ、あぶねえ、ゆるキャン成功だわ。あー、これが、そう、これが危なかったのよ。これやられたらやべえなってさすがに思ってたけど、いや、ゆるキャン大成功だわ。いやー、そう、キャンプをね、9月僕いろいろと予定してましてね。そうなんですよ。いや、でもね、9月のキャンプちょっと今台風やばいじゃないですか。台風がやばくてすごくね、心配になってるだけですよ。いや、大丈夫かな。9月キャンプね、やばそうなんですよ本当に。冗談抜きでね、台風来たらさすがにキャンプどころではなくなるのであれなんですけど、予定してたんですよ、ふもとっぱら行こうかなと思って。でもふもとっぱらって大人気なんだよね。うん、すごい大人気、もうなんか埋まってたし埋まってた、あの、平日は埋まってないんですよ、もちろん。もちろん夏休みがもう終わって、今休みなのは多分大学生ぐらいかなってところなんですけど、その大学生以外のもう社会人の方々はどうするかって言ったら、土日
そう、土日なんですよね。土日の方で予約しようと思ったらもう埋まってたっていうね。ふもとっぱらって相当でかいところなんですよ。もう言ったらね、もう草原ですね。草原の、まあ、富士山が見える草原のところにキャンプ場があるんですけど、いやー埋まってたね。どうしようかなって今代案を考えてるんですよ。でゆるキャンの聖地になってる港湾キャンプ場ね、皆さん知ってると思うんですけど、あそこは湖のところなんだけど、富士山がねこうまあ見える、富士山が見えながら、しかも逆さ富士が見えるっていうところですよ。あの千円札の裏側って言われてる、そういうね場所があるんですけど、あそこも相当人はね、てかもうなんか常時来てるから、あそこはちょっとね今の時期は厳しいかなってところなんですよ。平日ですらも。だからそうなるともうどうしようかってわけですよね。ちょっとめちゃめちゃ今困ってるんですよ。だからそういうところで言うと七中さんは、いやー困った。 B はでもナイス B だぜ。なんだこいつ、ちょっと待って、やらしいから。俺もうちょっと武器ちょっとスナイパー持ってこようかな。ちょっとねそういうやつにはねスナイパーですよ。ちょっと待って、変える、でもやめとくか。なんだか知らないけどやめとくか。とりあえずやめといた。あ、やばくね B。 いやでも大丈夫、別に B 取られてもいい。あー B 取られたらちょっとあれかな、取り返しがちょっとしんどいかもしれないな。 OKOK。 敵もねなんか我が身可愛さでちょっとなんかあれやってるから。あ、砂減り？あ、砂減りか。敵もちょっと厄介なの来てますね。相手確かゼロいなかったでしょう。ゼロいなかった。まあ、砂減りごときじゃね、僕はね、撃ち殺されないんですよ。こいつ、うぜえなー。ちょっと待って、これうぜえわ。怒りますよ。いや、あれはちょっとね、やる。やつはやる。わ、しかもなんか、超見づらいところにいるでしょう。いや、ずっとここで狙っといてやる。そうキャンプ場はだからもうね予約で埋まってるんだよね。前半はこういう風に台風が今来てるんでちょっとできないかもしれないんだけど、ちょっと後半ですよね。後半キャンプどうなるのかって感じですけど、僕はガンシップ持ってるんで大丈夫。味方さん任せろ。ここにね敵がワンサカいるのは見えている。よし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 。でここのボットたちも浴びせておくわけですよ。もうねボットたちもしっかりぶち殺しとく、それ大事。なんか2発ぐらい撃たれてるけど、まあでもそんなに。ボットたち待って、ボットたちめっちゃ、ボットたちよし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 、ボットたちやったぞ。オッケー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 。なんかどこで撃たれてる、ここか、ここだな。オッケー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 。任せろ。よし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 、貴様らは吹き飛ぶのだ。そこでリスキルを受けよ、このリスキルの大砲を受けよ。リあげないよ。オッケーオッケー。まあこんなところですよね。もうこれで確定のあれになりましたから、ちょっと待って、もうスナイパーもういいかな。多分敵もね腰たんたんで、 LMG 使う連中絶対高キルスト狙うから、だからね今回のこれはね大成功ですよ。いやーいいですね。なんかねここにいるから、ここのやつちょっと やろう。これ通れるかな。あー通れなかった。もういいよ、俺呼ぶし。よしよし。だからキャンプがねそうなんですよ、予定してるんですけど、なかなかね、なかなか天候によって雨のキャンプっていうのがね、雨のキャンプはちょっとテントを全部干さなくちゃいけないんですよ。そういうねちょっと弊害があるので、僕は基本的にはあまりやりたくないんですよね、雨の日のキャンプっていうのは。ほら土下座してんじゃねえかよ。だから一応ね9月にね2回ほどキャンプを予定してるんですけど、頼む台風よ収まってくれっていうところですね。皆さんも多分9月10月がキャンプの本番なんで、今の時期にねちょっと予定立てとくといいですよ。やっぱりもうみんななんだかんだ言って年末年越しのキャンプとか予定してる人はもうね埋まってますからね、そのキャンプ場がもう年末の、まあ年越し予約っていうのがあるんですけどね、年越しキャンプとかもやってみたいなとか言って思ったりするんだけどねっていうことで、まあ今回は
いやー勝ちましたね。 LMG 軍団にちょっと一泡吹かせたっていうのはちょっとなかなかねいい、ちょっと個人的にはちょっとすっきりした感じで今回はね終わりたいかと思いますけれども、いやーどうしよっかな山梨、ちょっとね悩みどころなんですけどね。はい、まあそんな感じで多分またキャンプすると思うんですけど、できたちょっとなんか動画撮れたらいいなって思ってます。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。なんかあれでね、おい来た、いいね。あ、ワンちゃんちょっと倒したいな、あれ。うえー、あーいいね、圧倒的な火力。あ、虹光った、やったー、虹光ったぜ。これ待って、これいつまで続くんだこのかもしれんけども、おーんって感じですね。おい、あー、こういうなんだろうな、音響センサー系のこのなんか特性をちゃんと知ったらスチールも取れるんでいけるんで、こんな感じですよ。